フェルダー。どうした、シド。自警団と支援団に知らせたが、何も信じてもらえない。アカシアのこともルボルの嘘だと思い込んでる。あいつがそんなことするはずないだろうに。もう彼らを動かすのは無理だろう。住民の避難は俺たちだけで何とかするしかない。俺もできる限り協力する。そうか、助かる。シロ、フェルダ、ここにいたのか。ビクトル、あんた町を出たはずじゃ。ルボルの奴をほっといて出て行けるかよ。それよりすぐに来てくれ、ルボルが危ないんだ。アカシアの群れがこの町に攻めてくる。奴らは容赦もなければ疲れも知らない。痛みすら感じないのかもしれない。雇うどもとは訳が違う。魔物なんかよりよっぽど太刀が悪いんだ。いつもの戦い方じゃダリミルは負ける。俺の言うことは信じられないかもしれない。それでもいい。だけど最後にこれだけ頼むよ。みんな今すぐ逃げてくれ。どこ、まさか。おい、信じるもんか、このベアラーメン。そうだ、俺たちを追い出してダリミルを自分のものにしたいんだろう。お前が出てけ。出て行け。出て行け。マジから出て行け。出て行け。頼む、話を。ほら、誰のペアラーメンさんなんて出て行け。出て行け。ほら、行けよ。出て行け。この嘘つきが。最低。ルボル、待て。見てみろ。お願い、もうやめて。ルボルは何か悪いことしたの？ねえ。私たちはいつも高いところから街を見てた。だからよく知ってる。これまでルボルはダリミルのために働いてきたよ。コンラートさんのお店の包丁はルボルが作ったんだよね。ナターリエさんの店のテーブルだってルボルが直した。街が綺麗なのもルボルやフェルダたちが毎日掃除してるからでしょ。ルボルは朝から夜まで一生懸命に働いてるよ。町のために働いてるんだ、毎日。そうだよ、いつも笑顔でね。みんな、あの笑顔が嘘だと思う？誰か名乗り出てみろ。ルボルに助けられたことのないやつ。ルボル、お前の言うことは聞けない。お願い。何が来ようと俺たちダリミルの自警団は決して逃げ出したりはしない。私たち支援団も同じ。この町を捨てたくない、絶対に。教えてくれ、アカシアとは一体どうやって戦えばいいんだ。どうすればダリミルを守れるの？二人とも。よし。
みんな聞いてくれ。まず状況を整理しておこう。エーテルだまりが出たのはベルクロイ砂漠、チェラティナという廃村だ。ちょうどその辺りに野党連合の根城があった。野党どもはすでにアカシアになって、その一部がこの町に迫ってきている。アカシアどもは戦うことに執着する。しかも統制が取れなくなって、どう動くか見当もつかない。いつもの野党相手の戦い方じゃ奴らを防ぎきれないだろう。そこで自警団の本体で北門を守り、南門には別隊を置く。さらに部隊をいくつか編成して町の巡回をさせつつ伝達要員にする。アカシアが襲ってきたらまずは彼らに伝えてくれ。みんなで連携を取って対処するんだ。コンラート、自警団本体のまとめ役を頼めるか。ああ、任せてくれ。ビクトルは伝達要員の指揮を、フェルダは部下たちと一緒に別隊として動いてくれ。やってやるぜ、ルボル。責任重大だな。ナターリエは支援団に指示を頼む。住民たちを大浴場に避難させる。その時、商人の荷物を持ち込ませるなよ。金や商品より一人でも多く避難させろ。文句を言ってくる奴にはこう伝えておけ。命さえあれば金なんていつでも稼げる。何かあったら茨の接吻が全額受け持つってな。ええ、分かったわ。ルボル、俺はどう動く？あんたにしかできないことがあるさ。野党連合の根城には相当な数の野党どもが集まっていたようだ。町を襲う奴らを撃退しても根っこを潰さない限り戦いは終わらない。俺に根城を叩けということだな。危険な仕事だが頼めるか？ああ、任せろ。よろしくな、クライブ。それじゃ作戦開始だ。俺たちの力でダリミルを守り抜くぞ。支度は整ったようだ。こちらも向かうとしよう。ジョシュア様、そして閣下、ご足労いただきありがとうございます。早速だけどシリル、父上の遺言書というのは？はい、こちらに。閣下、どうかご確認を。父上、
遺言書の真偽を確かめるため改めさせていただきました。お二人への文書許可なく閲覧したことをお許しください。構わない。どうやら亡くなる直前に書かれたようだな。この計画とは何だい？エルウィン様は国政の変革に尽力しておられたと先代の右筆から伺っております。その最たるものがベアラーの処遇改善、過重労働の軽減、石化症状の治療、魔法を使わぬ設備の考案、いずれも黒の一帯が広がる中でロザリア公国が生き延びるための施策でもありました。だけどそれをなすにはベアラーへの意識から変えなければならない。確かに一代ではやりきれないほどの計画だ。お二人にお伝えしたいことというのは文末に記された遺産について。この遺産とは太后派貴族の血盟ジョシュア様が即位された後エルウィン様の忠厚寄進をお二人の後ろ盾にと。だが彼らはもう。ええ、アナベラの指示のもとそのほとんどが何らかの罪を着せられ処刑の浮き目に。ですがもう一つ、それが父から子への贈り物。父上からの？詳しくは当時の宝物管理人に聞くと良いでしょう。現在この町に滞在してもらっています。先代の右筆より私が引き継いだ任務は遺言書の回収と客人をお招きすることだけですので。その人はどこに？教団の有する館でお待ちです。ありがとうシリル。行ってみよう兄さん。クライブ様、ジョシュア様、こんなにも立派に成長なされて。ロザリアの神ゴディサがフェニックスとそのナイトに拝謁いたします。こたびは守城太后エルウィン殿下より預かりし宝物をお渡ししたく参った次第。ゴディサ卿、顔をお上げください。父の品をお守りいただいたことに心よりの感謝を。愚心にはもったいないお言葉。教えてください。父から私たちへの贈り物とは一体？成人の証として父から子へ送信具を贈るというロズフィールド太后家の伝統をご存知でしょうか？ええ、父上から聞いたことが。主上はその送信具として二人のご子息に揃いの腕輪を贈るおつもりだったのです。ですがそれが叶うことはありませんでした。腕輪の中核たる浜の秘石をあしらう前に主上は
抗拒なされたからです。それゆえここに持参した腕輪も不完全なまま。そうだったのですね。クライブ様、ジョシュア様、この腕輪をお渡しする前に私のわがままをお聞き願えませんか。主将はお二人の成長されたお姿をさぞかし見たかったことでしょう。だからこそこの腕輪が不完全なのが未練であると思うのです。できることなら浜の秘石を手に入れ、この腕輪を主将の思いを全く形にしていただきたく。ゴディサ教兄さん。ああ、わかりました。やってみましょう。ああ、ご厚情に感謝を。ではゴディサ教、浜の秘跡とは何なのですか。それはとある魔物の体内にて長い年月をかけて生み出される真紅の宝玉でございます。宝玉をなす魔物の名はシムルグ。キャツは各地を転々としながらも今はこの近くタイタンの通り道に住み着いている様子。なぜあなたがそんなことまで。主将は常々おっしゃっていました。お二人へ送る腕輪には浜の秘跡が不可欠であると。私はその思いを全く形にするためシムルグを追い続けてきた。キャツが人里近くに住み着くのは稀なこと。まさにかつてない好機なのです。ジョシュア、早速向かうぞ。ああ、行こう。タイタンの通り道か。シムルグというのがどんな魔物かわからない。支度は念入りにしておこう。閣下、少しお時間を。何があった。灰の大陸へ向かわせた我らの一翼そのものからの知らせが途絶えておりまして。なぜ灰の大陸なんかに。かの地に定着する救世主信仰がマリアス教の流れを組んでいると判明したのです。あれの信仰対象はアルテマ、ゆえに何かしらの手がかりを得られないかと。灰の大陸は危険な場所だ。犠牲が出ることも分かっていたはず。ええ、我々も聞き及んでおります。そのため我らの中でも武術に長ける教団の第三席を送り込んだのですが、最後となった知らせを見るにただ命を落としたのではないように思えます。閣下であれば彼の地で戦い抜く術を心得ているご様子。どうか第三席の捜索にお力添えをいただけませんか。わかった、行ってこよう。その者の行き先に心当たりは。知らせによれば第三席が最後に立ち寄った村に救世主信仰の信徒たちが集っていたとか。名をミッケルブルク、ウォールード王国の南方にあるようです。おそらくそこで何かが起きたのではないかと。すぐに現地へ向かおう。ご厚情痛み入ります、閣下。ではお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。
マリアス教の流れを汲む救世主信仰か。この辺りか。こいつか。やるぞ、ジョシュア。
Go!
取るハマの遺跡ゴディサ教に届けよう。ライブ様、ジョシュア様、無事のお戻り何よりでございます。ハマの秘跡を手に入れてきた。確認していただけますか。この炎の輝き、うちに秘めた澄み切った秘跡。ええ、こちらで間違いありません。感謝いたします。クライブ様、ジョシュア様、これで主将の思いも。ゴディサ教、町の宝石職人の支度ができたようです。ありがとうございます、シリル殿。それでは早速細工に取り掛かっていただきます。お二人とも少々お待ちくださいませ。
腕輪の細工が終わりました。お二人ともどうかお受け取りください。浜の秘跡はその高度から決して砕けぬ強き心の象徴とされております。そして秘跡のそばに掘られた鶴草の文様は決して立てぬ強き絆の証なのです。ロズフィールド太后家に生まれたる者、成人すると祭りごとに身を投じることになる。その時自分を見失わぬよう強き心を持つこと。僕たち兄弟フェニックスとそのナイトの強き絆で苦難を乗り越えていくこと。ええ、それこそが幕府のごとき宮廷で最大の武器となると主将はご存知でしたから、これがお二人に宛てた主将の思い、同時に祈りでもあります。ありがとうゴディサ卿、父上からの贈り物確かに受け取りました。ゴディサ卿、あなたは一体何者なのですか。父上の亡き後、太后家の宝物はすべて母上が手にしたと聞いています。この腕輪も不完全だったとはいえ類まれな価値のある品、なぜこの腕輪を守ることができたのです。私はただ宝物庫の管理を任されただけのもの。かような私ごときに主将はお話ししてくださいました。腕輪に込めた主将の思い、お二人への深い愛情を。18年前、私は宝物庫の品々が他国へ持ち出されていると気づき、太后妃とザンブレクの企みを知ってしまいました。しかしその直後にあの事件が起きてしまい、混乱の中城を抜け出す時に主将からお預かりした品だけはと腕輪を持ち出したのです。そんなことが。よくご無事で。流れ着いた地で不完全な腕輪に主将の無念を見た私は、いつしか浜の秘跡を追い求めるようになりました。そんな折私の前にシリル殿が現れたのです。そしてお二人がご健在であられることや主将の遺言書が見つかったことを知りました。父とロザリアの民に代わり、ゴディサ卿に改めて敬意と感謝を。感謝を。はあ、なんとご立派な。今すべてが分かりました。私の生涯はこの日のためにあったのだと。ジョシュア様、そして閣下、エルイン様のご遺産を無事に手にされたようで何よりです。シリルのおかげさ。ロザリアのホーククライダン街、そこに不死鳥教団が建てたエルイン様の慰霊碑があります。腕輪のご報告も兼ねてそちらに向かわれるのはいかがでしょう。そうだね、いい考えだ。兄さん、これから父上に会いに行かないかい。ああ、そうしよう。最後の戦いの前に報告もしておきたかったからな。慰霊碑にはエルウィン様が愛用されていた兜が祀ってあります。長年教団で保管していたものですが、エルウィン様の遺産を受け継がれた今、あの兜もまたお二人が手にされるのが望ましい。戦いに出向くお二人に我々からの贈り物としてどうかお持ちください。ありがとうシリル。
それじゃあ兄さん出発しよう。アダマンタスが出るのは確かこの辺り、ウルドビザハイソン付近と言っていたはずだが。Yeah!
それで全て揃った。ミドのところへ戻ろう。兄さん、エーテルだまりだ。きっとあそこにアカシアが。全て始末する。やろう。
ようやく片付いたか。町の方も無事に住んでるといいが。ルボル、もうこの辺りにアカシアは見当たらない。町を襲ってきた奴らは倒しきったようだ。残るは根城の奴らだけだが。ルボル、し、じゃねえ、クライブが帰ってきたぞ。無事だったか。根城のアカシアは全て片付けた。ありがとうよ、クライブ。大したもんだよ、礼を言うぜ。町を襲ってきたアカシアはみんなの力で倒しきった。根城に残っていたアカシアはクライブが潰してくれた。俺たちの勝ちだ。やったんだな、ダリミルを守ったのね。ルボル、すまなかった。お前はずっと町のために頑張っていたのに。ええ、私たちが間違っていた。どうか許してちょうだい。ダリミルにはお前が必要だ。この町の師匠はルボルがふさわしい。改めて俺たちを導いてくれないか。頼む、この通りだ。本当にいいのか。俺はベアラーなんだぞ。それを知った時は裏切られたと思った。だがベアラーである以前にお前はルボルだ。この町を救った男なんだ。そうかい。師匠ってのは大役だ。二つほど条件を出させてくれ。何でも言ってくれ。まずは一つ目、自警団と支援団はどんな時でも団結すること。この組織はダリミルを守っていくための肝だ。俺だけが必死になったところでこの町は守りきれない。今回のようにみんなの力が必要になる。自警団と支援団を維持するためにあんたらにはもっと頑張ってもらう。ああ、もちろんそのつもりだ。では二つ目、この町のベアラーたちを不当に扱わないこと。何も人と同じようにしろってわけじゃない。あんたたちは俺を受け入れてくれた。それはダリミルのためだ。他のベアラーたちにも同じように町を思ってる奴がいる。それを忘れないでほしい。今回の件で思い知らされたわ。大切なのは町を思う気持ちだって。条件は全て受け入れるとも。だからルボル、市長になってくれないか。仕方ねえな。それじゃ俺なりに精一杯ダリミルを引っ張ってやる。改めてよろしく頼むぜ。何が起こるか分かんねえもんだ。ベアラーの俺が師匠になっちまうなんて。クライブ、ダリミルを救ってくれた礼をしなきゃ。受け取ってくれ。ところでルボル、子供たちの件だが。ああ、すっかり忘れちまってた。町を出る必要なんてなくなったんだ。これまで通り子供たちと一緒にやっていくよ。悪いな、振り回しちまって。その方がいい、気にするな。みんなと一緒に人として生きてくれ、ルボル。ああ、そうする。本当にありがとな、クライブ。